あるところに工房日日荘というアパートがありました。築40年、部屋数が4室しかない小さなアパートでした。40年の間にいろいろな人がここを出て行って、そしてまた新しく入ってきて、今では1階に熊と老眼鏡、2階にどんぐりとエビフライが暮らしていました。4人にはそれぞれ好きなものがありました。どんぐりは帽子が好きでした。エビフライはカメラのフラッシュが好きでした。クマは低反発枕が好きでした。老眼鏡は再放送のテレビ番組が好きでした。しかしみんなそれを誰かに言ったことはありませんでした。4人はお互いのことをあまりよく知りませんでしたが、それでも時々集まっては屋上でバーベキューをしたり、一緒に夜空を眺めたりしていました。10月の終わり、老眼鏡は去年より早くこたつを出し、3人を食事に誘いました。こたつを囲み、お酒を飲み、鍋をつついている間に、なんだかみんなが仲良しになったような気がして、4人は少しずつ自分の話をしました。いつの間にか窓から朝日が差し込んでいて、目覚めた3人は気恥ずかしそうに顔を見合わせました。芽の出たどんぐりを工房日日荘の隣に植えると、3人はそれぞれの部屋に戻っていきました。11月の中頃、アパートの前でばったり出くわした老眼鏡とクマは、最近寒くなってきたこと、昨日のテレビのこと、そしてどんぐりがどんどん大きくなっていることについてしばらくおしゃべりしました。クマが、どうせならエビフライさんも呼んでうちで食事でもどうですかと言いました。エビフライは、仕事で失敗して半分食べられちゃったんだと言うと、ごめんね、と家のドアを閉めました。それからエビフライは自分の部屋に引きこもるようになってしまいました。
一週間経ち、二週間経ち、三週間経った日曜日の朝、老眼鏡はやっとのことでエビフライを外に連れ出す覚悟を決めました。老眼鏡が時間をかけて練っていたエビフライ励まし計画を話しても、手土産のたい焼きを見せても、クマはただただ眠たそうで、ごめんね、冬眠の時期が来ましたと言ったきり、クマはその場でまん丸くなってすやすやと眠り始めてしまいました。眠ってしまったクマはもうどうやっても目覚めてはくれなくて、まるで死んでいるかのようでした。老眼鏡はなんだか無性に懐かしくなってクマにくっつきました。老眼鏡は自分もクマみたいに春まで眠っていられたらいいのにと思うのでした。